原子力への信頼はもう失墜したんです。原子力の安全神話はもう崩壊したんです。その前提に立ってもう一度やり直さないと原発が動き出すなんてことできるわけないじゃないですか。そうだよ、ここに関西電力の社員がずらっと並んでますけど、関電だってこんなやり方で出された結論で地元に行けますか？いいんですか？こんな結論、強引なやり方で傍聴者も締め出して紐付きの委員が3人もいる委員会で安全だって言われたからって地元に説明できるんですか？何が頑張ろう東北ですか？お茶に頑張ろう東北って書いてありますよ。もう冗談じゃないですか。東北の人助けたいなら本当に今福島の子供たちのこと考えてくださいよ。福島から来ました。はい、すいません、あのなんかどちらに行っていいか分かんなくて来てしまったんですけど、福島の声を聞いていただきたいんです。福島県の原発はまだ収束していません。何も変わってないんです。そのことを皆さんはご存知のはずです。なのになぜストレステストがどうのこうので再稼働がどうのこうのって、特に皆さん男性の方ですね、女性は原発選びません。命が大事なんです。世界中の女性はみんなつながって命を守るために必死に生きてます。皆さんにも子供さんお孫さんがいらっしゃるでしょう。福島県のインターネットの普及率はすごく低くて、今日この会議があること自体知ってらっしゃる方はほとんど皆無です。会議があるたびに新聞に載せるなりしていただかないと私たちの声をここまで届けることはできません。収束したと思っていらっしゃる方手を挙げてください。どなたですか？福島第一原発が収束していると言い切れる方は手を挙げてください。どうしていらっしゃらないんですか？野田さんそう言ったんだ。誰もいないじゃない。誰だそう言ったのは、言わせたのは。福島の報道してくださいよ。子供たち、子供たちがどんな思いで毎日毎日暮らしてるか。4歳の子がおばあちゃん、僕がレンジャーマンになって放射能をやっつけてやるよって、うん、大人になったらやっつけてやるよって2軒先のお宅のお孫さんが教えてくれました。そういう現状です。外で遊べないんですよ。福島に住んでみてください。どれほどの異常な空気が流れているか。どこが収束なんです。もうみんな疲れて、もういいよどうせって3月4月で被爆しまくったからもういいよ疲れたよって、国が安全って言うんだったら私たちのことを殺したりしないでしょ、ちゃんと守ってくれてるんでしょ。私の母は74歳です。昼間見る NHK と夜見る NHK と、昼間見る民放社の大手のメディアの方が言うことと夜中見るメディアの皆さんが言うことと、どっちが正しいんだべ、わかんねえ、こういう形です。ただ言いたいのは、福島は全く福島第一原発は収束してないです。嘘をつかないでください。子供たちに嘘をつかないでください。嘘をつくことはいけないことですよね。そう教えてるんじゃないんですか、子供たちに。違いますか？お金を儲けることだけ、お金をどっかからいただくことだけのために出世するんですか？そうじゃないですよね。もう少し大人として、男性として、弱い女性子供を守ってください。10代20代の若い女の子男の子はもういいよって諦めてます。やけくそになってます。皆さん方のこれから税金を払っていく年代です。皆さん方は税金でそれぞれそこから生活生計を立ててらっしゃることをもっと自覚してください。どうなんですか、福島第一原発は収束したんですか、教えてください。一主婦ですからわからないです。ただ未だにもくもくと煙が出ていることだけはわかっています。あれは何ですか、しっかり教えてください。いかがなんでしょう、どなたがどうなのか私にはわからないです。
患者さんも引き上げてください。どの方ですか。岡本さんいかがですか。福島第一原発は収束したんでしょうか。私たちは安全なんでしょうか。10マイクロのところに住んでいて安全なんでしょうか。もう10ヶ月過ぎました。教えてください。なぜ皆さん黙ってらっしゃるんですか。優秀な皆さんですよね。どうして黙ってらっしゃるんですか。岡本さんという方手を挙げてください。そのひげの方です。